戦ジョイ始まりました。インターネット放送局 C ウェーブから MC 野町優太とマウピーでお送りいたします。この番組は北千住のボーカル、ボイストレーニング、ギター、楽曲制作、アニソン、ボカロレッスンのジョイミュージックスクールの生徒さんやミュージシャン、声優さんなどをゲストにしてゲストにお招きし紹介しつつ、同時にここ北千住を盛り上げていこうという番組です。おはい、そうですね。そうそうそう、はい、東京都足立区の北千住のインターネット放送局 C ウェーブからお送りしています。 C ウェーブの番組としては毎月第1土曜日の午後3時30分から生放送でお届けしています。おそして本日の番組の予定をお最初にお伝えしますと、はい、本日のゲスト様、沖縄県石垣島出身のアーティスト大山俊樹さんにお越しいただいております、はいはい、その他ボイストレーニングコーナーとかアンゲームコーナーなどでお送りいたします。イエーイ、はい、ありがとうございます、はい、さあ今日のテーマ、今日のテーマ告白エピソード、はいはい、ね、2月といえばバレンタインデーですね。そこであなたの告白にまつわるエピソードを教えてください、はいはい、公園に呼び出して勇気の告白、昔懐かしいポケベルでの愛の告白、フラッシュモブで愛の告白などあなたの淡いエピソードをどしどしお待ちしております。リクエスト、ご相談などもあれば宛先は senju@cwave.jp 千住@cwave.jp レッツ千住い係までお願いいたします。お願いします。そして動画をご覧いただきながらですね、リアルタイムにコメントをしていただくこともできますので、ぜひぜひメールやコメント番組にお申し付けください。はい、待ってます。はい、待ってます。はい、ということで、はい、どっちが様ですかね。あああの急にうちの調教師がいなくなっちゃったんで、あいつもの調教師がいないので、ちょっともう暴れ馬状態で、そうですね、誰かなっていう、視聴者さんも誰かなっていうね。はじめまして、はい、私ジョイミュージックスクールから参りました、ボイス講師の野町優太と申します。今日はね、安保先生のピンチヒッターということでね、やってまいりましたが、僕がもうすでにピンチでございます。あら、顔色大丈夫ですか。顔色ですか、ね、顔色やばいですかね。本当ですか。あ、ま、意外といけてますね。あ、大丈夫ですね。あ、いい感じ、いい感じ。イケメン、イケメンですね、イケメンね。あ、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ということでね。はい。広がらねー。広がらないですね。すみません。ということで、じゃあ、あれですか、ちょっとご紹介というか、何をやられてる方なんですかね。あ、僕ですか。あ、はい。あ、僕は、そうですね。ジョイミュージックスクールでは声優になりたい生徒さんや、朗読やりたいとか、あとビジネスだとプレゼンが上手に喋れるようになりたいとか、なるほど、あと日常会話だと大きな声で喋れるようになりたいとか、うん、あと居酒屋で注文がうまく通らないからでかい声にしてくれっていう方もいらっしゃいますね。いろんな、結構幅広く、年齢層も幅広いですね。下が16歳ぐらいから上の方が今5、60歳ぐらいの方までを生徒さんに今レッスンを行っております。そうなんですね、はい、なんか噂によると結構野町先生ですけど、野町さんですか。野町です。野町さんですね。なんか、はい、野町さん明るいから習いたいって人が結構いるんですよね。周りで聞くんですよ、結構。ああ、はい、嬉しいですね、はい、いや明るいただのバカなんですけどね。あ、そうなんですか。だんだんそしたら正体をねばらしていくというか。そうですね、暴いていこうっていうね。いや、やばいかもしれないですね。あ、本当ですか。もうバカが露呈されすぎて。あら、いやー、これ気をつけないと先生に怒られちゃう。ねっていう感じの人なんですね。はい。はい、台本には忠実にいきたいと思いますんで。わかりました。もう台本からだいぶ外れてますけどね。ね、本当だね。こんなはずじゃなかったんだけど。はい。ってことで、じゃあちょっとお知らせを先に。はい、ジョイミュージックスクールからのお知らせですね。はいはい。はい。どこだ、ここかな。お、近々ですね、2月24日土曜日にエンジョイ生演奏発表会ボリューム3というのがございます。お、こちらですね、北千住のマジカルファンタジー、この近くですね、この近くのライブバーで行われるライブなんですが、生演奏、なんと講師の先生方が生演奏で生徒さんに参加してもらって、生徒さんがその生の演奏に乗って歌うというやつですね。なるほどね。こちら観覧することも可能でして、2000円で観覧することもできます。ただしワンドリンク制になってしまいますので、まあ、計2500円ですね、うん、お持ちになって握りしめて、2500円握りしめて、マジカルファンタジーにお越しいただければ、もう楽しい
会に参加できますので、ぜひぜひお越しくださいませ。了解しました。続きまして、はい、2月のキャンペーンですね。福よ来い来い入学キャンペーンということで、今回のキャンペーンは一つ目が入会金3240円が無料になります。お、太っ腹。おお、太っ腹ですね。二つ目、2000円キャッシュバックしちゃいます。お、なんと2000円キャッシュバックは Amazon ギフト券でのお渡しになります、うん、なるほど。それで入会金とキャッシュバック合わせて合計5240円もお得です、というのが今回のキャンペーンでございます。さらにさらにさらに、うん、こちら通い放題プランというのもご用意しております、うん、なんと先着5名様です、お、ね、ボーカルコースの、ね、お申し込みの方のみを対象に行っておりますので、ぜひぜひこの機会にお見逃しなく。面白いです、うん、といったところですね。はい、はい、お、そしてそして最後の最後の、あ、こちらありましたね、お知らせ。5周年企画ジョイのテーマソング。お、こちらですね、もうだんだんと内容は進んでおりまして、うん、楽曲揃いました、歌詞揃いました、うん、あとはもう演奏する人、歌う人、ここにボイスってまた書いてあると思うんですけど、はいはい、ボイスっていうのはこの歌の中にちょっと朗読パートのようなものを設けさせていただきまして、こちらも、出演者を募って今これから収録していこうというところなので、ね、ぜひぜひまだまだ募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、ありがとうございます。スクールからの情報は以上です。ありがとうございました。なんかあれですね、あの通販番組みたいな感じですよ。ね、どんな感じでこれね、どんなモチベーションでいつもやっていけばいいんですかね。あ、まあ普通に今みたいな感じで大丈夫です。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。今のところはOKということで、今から入会しようかなっていうね、電話を殺到するかもしれない。あの本当にそんな感じの、今マジ心臓がバクバクです。あ、本当ですか。本当に馬なんですね。本当に馬ですよ。馬のままでいく。あれですか、 馬になりますか。じゃあ、え、馬になります。馬、僕が馬にならない。ならないの方で。あ、ならないの方で。じゃあね、このままで行かせていただければと思いますけど。はい、はい、ではでは続いてのコーナーお願いします。あ、まだコーナーがあったようですね。そうですね。まあ何せね、あのまだ初めてなんでね。いかんせん、いかんせん、いかんせん、いかんせん。それでは参りましょう。お願いします。野町ゆうたの美声出しちゃいます。まーめー。ハイトーンで。ハイトーンでね、ちょっと参りました。いいですね、ハイトーン。いい感じですかね。いいですね、ハイトーン。大丈夫ですか。いいっす、いいぞ。さあ、今回はですね、はいはい、ボイストレーニング講座、いつもあのアンポ先生は声を出す方の講座をやってると思うんですけれども、うん、今回僕は声を出す前のストレッチ、うん、おをちょっとみんなでできたらなと思いまして、なるほど、考えてまいりましたんで、はい、ぜひやっていきましょう、はい、あ、早速立っちゃうんですけど、あ、はい、はい、じゃあマイクの方もちょっと少し持ってもらって、あ、なるほど、はい、そうかそうか、こんな感じで大丈夫ですかね。あ、はい、そしたら肩幅に両の足を広げていただきます。はいはい、肩幅に両の足を広げる、広げる、そして、あ、やってくれてる、ありがとうございます。はい、そして手ですね、手、親指と小指をくっつけます。お、どこに、はい、あ、親指と小指同士をくっつけるってことですね。こういうことですね。そうです、そうです、そうです、そうです。そして、その小指沿いに手首の方へ行くと、ポコッとちょっと骨が出っ張ってると思うんですが、うん、そこを逆の手の小指で押さえる。お、そして、親指を手首の方にずっとなぞっていくと、親指のところにもポコッと出てる骨があると思うんですが、そこを次は親指で押さえてあげる。押さえる。そしたらもう、あとは簡単。お、両の腕を上に伸ばすだけ。はい、やってみましょう。お、ぐー、上に、上に、ね、呼吸をしっかりですね。お、吸って吐いて、スーッと吸って吐いて、お、これをなんと7回繰り返すだけですね。お、これ7回繰り返します。そうですね。一応やってみましょうかね。一応やってみましょうか。はい、あと今4回、4回、はい、5回、5回、はい、6回、はいはい、はい、7回、7回、はい、次逆の手も同様ですね。お、親指と小指をくっつけの手首の骨を小指と親指で押さえる、押さえる、でこれもまた上に伸ばす、上に伸ばす、下ろす、1、伸ばす、伸ばす、下ろす、うん、伸ばす、とてもシュールな映像が続いております。なんか忍者、忍者の、そう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 、ちょっとね祈りのようなポーズになっちゃうんですけど。
ね、これがどこに効いてくるか、ほいほい、みんなね、最初にこれやっとけよかったな。そうそう、ね、順番間違えましたね、完璧ね。間違ってるな。これ何に効くんですか、これは。これ実は、ほいほい、なんと足の付け根に効くんです。あれって肩じゃないですね。そうなんですよ。これマジびっくりするのが、びっくりしますね、これね。ここの腕を伸ばしてるんで、実はこの肩周りが軽くなると思われる方も多いと思うんですが、はいはい、実はこれ筋膜でつながっておりまして、おなんと足の上がりがすごく良くなる。なるほど。そう、お年寄りとか、うん、ストレッチ苦手な方とか、はい、で今ちょっと体力的に難しいとかいう人でも結構簡単にできるストレッチとして、お年寄りだったら転ばなくなったりとかするっていうので結構取り入れられてる。そうなんですね。運動らしいです。筋膜とは何ですかね。筋膜っていうのはね、はい、筋肉の膜と書くんですね、はい、そのまんまなんですけど、はい、確かにこれがまあつながっておりまして、全身大体つながってて、はいはい、でここはその筋膜の作用によってここを動かすことにもつながってるんで、うん、この筋膜がここを伸ばすことによってこの足の付け根が伸びてくるっていうようになっております。なるほど。そう、これ座ったままでも大丈夫なんですか。あ、これはぜひ立ってください。あ、立つんですね。これは立った方がいい。だから座ったままやっちゃいましたけどね。あ、そうですね。じゃあ後で、あ、そうですね、立ったまま、マウムさん立ったままやってもらいましょうね。 やりましょう。うんうんうん、ぜひ聞いてくると思うんで。わかりました、ね、足の付け根も大事なんでね。足の付け根をほぐすことで逆にまたこの 肩の周りだったりこの辺の筋肉も伸びてきたりもするんで、なるほど、ぜひぜひやってみてください。お願いします。ということで、野町ゆうたの美声出しちゃいますマーメーのコーナーでした。ありがとうございます。はい。いや、あれを伸ばすことによって声もやっぱり変わってくるんですかね。いや、変わってくるはずですね。本当ですか。実際あの足とか腰を痛めてる方とかで、うん、それも筋膜で結構つながってたりするんで、うん、この辺の凝りにつながっちゃったりとか、なるほど、肩こりとかにつながっちゃったりっていうので、整骨院とか整体でほぐすことによって、うん、なんか声がやっぱ出やすくなったりとかする場合もあるそうなので、ぜひぜひ。これはなんかあれですか、西洋学かなんか、なんですかこの体操。これは何なんですかね。最近テレビで見て知ったんですよね。あ、そうなんですね。はい、詳しいことはあまりよくわからないんですけど。そうなんですね。はい、なんかやってみたら、あ、確かにすげえ伸びると思ったんで、うん、もう実践していただくのが一番かと思いますので、ぜひ試してみてください。お願いします。はい、はいはい。ということで、ちょっと早いんですが、はい、あれですか、ゲスト様にちょっ と、ね、もう生歌というか聞きたいですもんね。そうですね、はい、もう袖でうずうずと待っていらっしゃるんで、お呼びしましょうか。はい、お願いします。本日のゲスト、大山俊樹さんです。どうも。どうも、よろしくお願いします。ぜひ前の方で、前の方で、はい、セットお願いします。お願いします。はい、三振を片手に20歳から東京に上京、2014年に東京で開催された NPO 法人アンダンティ主催の新人ミュージシャンチャレンジコンテストにて年間総合グランプリを獲得し、勢いを上げ、今は沖縄を拠点に各県でライブ活動中。お、一風変わった三振のメロディーで観客を巻き込んだステージが必見のアーティストさんということで、いいですね、楽しみですね。準備の方はいかがでしょうか。大丈夫ですか。はい、では早速演奏してもらいましょう。はい、よろしくお願いします。せっかく沖縄の三振を持ってきたので、まずは皆さんが知ってる沖縄の曲から、奈良そうそうというね、夏川みりみさんの曲から歌わせていただきます。よろしくお願いします。
ならそうそう。一番星に祈る、それが私の癖になり、夕暮れに見上げる空、心いっぱいあなた探す。悲しみにも席ついてもらいまして、いやすごいですね。もういやいいですね。なんかもう一瞬にしてなんかあの潮風に包まれましたね。そうですね、なんか体操座りでなんかもうこうやってなんかね海の流れを聞いていきたいというずっとそんな雰囲気させていただきます。ありがとうございます。改めましてご紹介いたします。今回のゲスト様は、はい、大山俊樹さんです。あ、よろしくお願いします。いやいやいや、よろしくお願いします。お願いします。お隣にいらっしゃるのがなんかこの番組なんか大馬さんと、はいはい、だいたいそのなんか調教師がいらっしゃるということで、うん、僕もちょっと調教師側にな, なんですけどなるほど、はい、私村岡と言いまして、はい、まあ、先ほど紹介にですねいただいたアンダンテジャパンのですね主催の、はい、年間のグランプリということで、はいはい、今紹介していただいたと思いますが、そのアンダンテを、はい、やらさせていただいてました。お、村岡というものです。はい、ありがとうございます。多分ジョイミュージックスクールじゃなくてレッスンジョイでは多分最多ですね。最多の可能性ございますね。そうですね、もう常連、まあ、知ってる人には知っている、まあ、知らない人は知らないというそうですね、もう有名人ですね。大体メインではなくサブの方でそうですね、はい、いろいろとなんかね音楽の主催というか、はい、大会をやって、ね、盛り上げているという感じのボランティアの団体ですもんね。そうですね、はい、でもなんか最近聞いたんですけど、はい、なんかそのアンダンテさんがちょっと今なったのかなっていう、なんかそういう噂が聞いたんですけど。そうですね、はいはい、まあ亡くなった、解散した、まあ、形としては解散した形にはなっておりますけども、これは解散とか亡くなったとかいう意味ではなくですね、なんかまたこれは
もう続けていきますで、とりあえず、まあ、解散というよりは次のステージへためにですね、一度ここのアンダンテっていうステージを変えて、また次の団体、そして、個人でやっていくものもございますので、まあ、これは全然やめたというものではなく続いていくものということで、うん、もう僕は前向きに捉えていただければと思います。なるほど。また音楽の開催もするという感じですか。します、はい、素晴らしいですね。また、ね、いろいろ紹介していただきたいと思いますけど、ぜひですね、はいはい、またこちらもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では早速ゲストさんの、はい、大山さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、何を聞いていきますか。もう緊張していますからね。僕よりもさらに緊張しているとは来ましたからね。そうですね。今さっきもやっぱし三線を弾かれてて、もうすごい独特な音色でね、とても素敵だったんですけど、この三線を始められたきっかけっていうのは一体何なの。きっかけ、まあ、きっかけなんですかね、あの、まあ、お母さんが八重山舞踊の先生をしてるんですよ、はい、まあ、おばあちゃんの代からなんですけど、あの教室を持ってて、はい、でそれから僕も生まれてもう立てるようになってからすぐもう踊りをさせられてたんですね。そう、男4人兄弟なんですけど、一番下の自分だけもうあの踊りをやらされて、はあ、女の子が欲しかったのに男を生まれてきて、もうやらせちゃおうって、で踊りをやってきて、民謡は何でも知ってる方だったので、それからもう中学校になった時にちょっと三線触ってみようかなと、それで三線に移って、そこから高校生の時にちょっと就職活動ですよね、どうしようどうしよう、どこ行こうかなってなった時にもう音楽で行こうって決めて、で三線を持って出てきました。東京に出てきた。なるほど、はい、じゃあ三線はなんか自ら自分で手に取ったのがそうですね、うん、はい、素晴らしいですね。素晴らしい、三味線、三線っていうですね、はい、あの楽がないって聞くんですけど、そうですね、あの民謡、まあ、独特の沖縄の民謡の楽譜っていうか、クンクーシーっていうんですけど、そう、楽譜一応あるんですよ。あるんですね。全部漢字です。そう、ドレミファソラシドじゃなくても漢字で書いてあるんですけど、それではあるんですけど、ポップスとか、まあ、なんだそうそうとかのやつは、まあ、今になってやっとね、あのいろんな人が作って出てきてはいるんですけど、ちゃんとしたやつはないですね。そうそう、昔ながらの口伝ってやつですかね。口伝、あの口で伝えるというか、まあそうですね、うん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 、だからやっぱり師匠とかもいるんですけど、うん、楽譜を目の前に置いたら怒られるんですよ。あ、もう同じことをずっと弾くから、お前それを見て練習やれって言って、俺のを見ろって言われて、それで何回も同じループをずっと見て手を覚える。なるほどね。そうそうそう、なんか本当にもう芸事って感じですよね。もう芸能って感じですね。そうそう、素晴らしいな。なかなかないですよね、楽譜を置いて怒られる方とか。練習なのに頑張ろうとしてるのに。いやでもさっき三振ね、近くで見せてもらったんですけど、はいはい、蛇の皮が、あ、ね、そうですね、そうまんまと騙されたのがお父さんが取ってきた葉純粋ですよね。騙されちゃいますよ ね, ね、これちょっと近く、あ、持ってきました。なんか見たいですね。あ、そうですね、ぜひぜひぜひ。結構さっきお値段聞いたら、まあまあ、まあまあの値段、うん、そうです ね, ちょっといい値段でしたね。こちらが触るのちょっと怖いぐらいの値段ですね。これがお、ね、いいですね。これでちょっとちっちゃいカメラで、うん、はいはい、もし撮れるんだったらね、撮れるかな。いや、はいはい、もこの刺繍も施されて、そうですね、すごいかっこいいんですよ。刺繍がお母さんですよ。お母さん編んでくれたやつ。編んでくれたやつ。あ、映ってますね。うん、素晴らしいね。でこれは改造してあるものなんですよね。そうですね。アンプがつながりになってる、ね。大きいステージに立てるように、うん、はい、改造してできたのが50万ぐらいですね。ああ、そんなにするんですね。自分の手の細さに合わせて細くされてて、なんかちょっと無茶ぶりなんですけど、せっかく今三振持ってるんで、なんか民謡とか軽くなんか短いやつでもいいんで、あ、そうですね、はい、聞きたいですよね、はい、何がいいですかね。もういい雰囲気出てるといい。じゃあがっつり民謡、はい、あの
仕事や血もにそみり癒されますね。癒されますけども、すごい無茶ぶりですね。そうですね、申し訳ないですね。歌詞が1ミリもわからないっていう。そうですね、まあ、この歌詞の意味はあの天作の花っていう民謡だったんですけど、はいはい、これが、まあ、沖縄で神曲って言われてて、あの誰が歌作ったのかっていうのがわからない曲なんですよ。あの作詞作曲がみんな知ってるのに誰かわからないっていうのが沖縄の民謡っていっぱいあって、でその中の一つで、うん、宝仙花の花って意味なんですけど、天作の花、宝仙花はすりつぶして爪先に染めてファッション代わりとか魔除け代わりに染めるけど、うん、親の教えっていうのは心に染めなさいよっていう沖縄の教訓か。めっちゃいい言葉じゃないですか。なるほどね。そうなんです。なんかその歌から学ぶっていいですよ。なんかね、そうですね、なんか素敵な世界ですよ。なんかね、本当にちっちゃい子でも知ってるし、じいちゃんばあちゃんもちろん知ってるし、うん、そう、沖縄の人だったら知ってる。学校の授業も全部歌でやりたいですよ、なんかね。そしたらなんか心に来るみたいなね。いや、だから学校授業中とかも国語の先生とかが方言で授業やったりとかしますからね。いいですね。そう、だから多分ね、あの内地の人たちとかからしたら、うん、多分全然わかんないと思います。授業は進まないと思う。まずその言葉を覚えないとみたいな。ね、先生が言ってる言葉を覚えないと。沖縄の言葉と石垣の言葉がまず違う。そう、またそこから違ったりとかも。そうなんですね。そうですね。僕が生まれた島は石垣島なんですけど、うん、そう、あの、ありがとうっていう言葉でも、沖縄本島は、なんだろう、ニフェデビルっていうんですよ。あ、ニフェデビル。で、石垣島はニファイユーっていうんですよ。ありがとうっていうの。でまた宮古島だったら宮古島はタンディガータンディって言うんですよ。タンディガータンディ、そう、全然違いますね。そう、もう島々全部違うんですよ。なるほどね。そう、白いな。だから日本特有ですよね。日本ってなんか本当に県境とか使うだけでも、うん、なんか全然違いますもんね。そうですね。なんか訛りはあると思うけど、本当に日本のやつっていうのは本当伝ね、いろんな言葉があるっていうね。そうですね。素晴らしいですね。いいですね。それね、自分の国の言葉がそれぞれ違うっていう。うん、そうですよね。確かに確かに。いや、いいですね。面白いですよね。そうさ、まあ三種を使って、まあ、今後の夢というか、それなんかそのなんか、はい、今みたいに何かを人に伝えたいとか。いう歌手でなんかやる感じじゃないですか。はい、もう目標は一番の夢がもう石垣島の子供たちというか、あのにもっと石垣島から出ても僕がちゃんと夢になれれば、夢にあの大きい夢持ってもちゃんと叶えることはできるんだよっていうのを伝えたいなとは思ってるんで、もう必死に頑張っているんですけど、応援しますね。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。沖縄のミュージシャンって結構いますもんね、いろいろ。そうですね、まあ、石垣島のアーティスト、だから夏川りみさんも石垣島で、僕ちっちゃい頃から可愛がってもらったりとかしながら、あとはビギンさんも石垣です。ビギンさん、はいはい、そうですね。その人の、ね、名前としてまた大山さんのね、はい、名前も頑張ります。はい、期待刻まれる、はい、ね、どんどん刻んでいきて。刻んで、あの具志堅みたいに。あの離島ターミナルには置いてあるんですよ。あの銅像が、具志堅用高の、あれの隣にできたらいいなって。ぜひ、ね、大山目指して新しい夢ができたいということで、まあ、ちょっとまだあのいろいろ聞きたいんですけど、はい、ちょっと後半トークには後半にちょっと持ってきまして、はい、ね、はい、はい、じゃあ今週のジョイミュージックセレクションいきましょう。はい、ジョイの生徒さんによる、あ、生徒さんじゃないや、今回は、はい、ジョイの先生ですね。先生ですかね。先生による一曲を紹介いたします。はいはい、今月の一曲はザ・モードさんで、ビッグガールムービングオン。どうぞ。あなたの目に映る私はきっと幻ね。知らぬ間に置いてかれたの。
それでは今月の1曲はザ・モードさんでビッグガールムービングオンでした。はい、それではテーマの方に戻りましょう。はい、本日のテーマは告白エピソードということでね、イケメン三振きっといろいろな告白のエピソードをお持ちなんじゃないかということで。確かに今日はだってスタジオにねイケメンしかいないというね、ありがたいですね、ありがたいです本当にもう本当に、まあ、こんなイケメンなかなかいない、サラブレッドの中でもやっぱさらにサラブレッド中のサラブレッドといえばトップオブザさん G1 何個も選手ね取っちゃったけどね取っちゃってるからということでなんか告白のエピソードということなんですけど、なんか思い出に残る告白したされたしてるの見たとかなんかそういうのありますか。一回あの小学生の時なんですけど、はい、これガチですよな。いいですね。告白されたんですよ。されたほうほう、もうすごい短くするんですけど、はい、してもらって、はい、あめっちゃしかも好きだった子だったんですよ。で告白されて、おーしゃーと思って、でもなぜかその時には答えを出さなかったんですよ。なんでどうした、かっこつけたじゃん。多分そうなんでしょうね。あのちょっと小学生ながらに。ちょっと考えさせてみたいな、うん、で言って次の日じゃあお願いしますって言ったら、えあれなんかただの罰ゲームだしで終わったっていう。辛い。その一回一日空いてるこの一日は多分相当裏で笑ってたんですよね多分。あ、なるほど。っていう、そうですね、そうですね、もしかしたらその女の子の精一杯の強がりかもしれないですね。多分強がりだと思いますけどね。多分小学生そんなこと考えないと、あずくさね、それで結局付き合わなかったんですけど、本当に淡く淡いですね。意外とそういうのってあの残るんですよね、大人になってもね。うん、思い出になります、ね、思い出になるんですよね。小さいありましたね、あります、あります。なんか沖縄はそのバレンタインデーとかって何をあげるんですか。もうあれチェンスコです、ね。安定ですね。安定のチンスコですか。チョコチンスコもあるんで一応。あ、なんか危ないな。噛むと危ないな。サバサになるんですけど。名前になっちゃいますけどね。いや、まあ一応ちゃんとチョコレートはもらえます。わかりました。チョコはチョコで、チョコです。訳したらチョコチンですよね。もう本当に。うま、おうまさん。おうまさん欲しいだよ。欲しいだよ。大丈夫ですね。大丈夫です。お昼でしたね。なるほどなるほど。そうです、うん、あれ結局あの野前さんはありますか、はい、そういうエピソード。あ、僕ですか、うん、僕そんなにないんですけど、はい、僕は授業中に告られたことありますね。あ、本当。授業中になんかあの国語の授業かな、うん、国語の授業の時になんかあのちょっと難しいお話でなんかちょっと恋を扱ったようなお話をやってて、小3か4ぐらいの時に、その時になんかその主人公の男の子がなんか女の人に愛の言葉を述べるかなんかそういうところがあったんですけど、それに対して先生がなんかやっぱ人に愛を述べるのは難しいことよね、勇気のいることよねっていうのをポロッと言ったら、私言えますって言って、僕のね同じクラスの女の子が急に私言えますって言って、え、誰だろうと思って、野町くんが好きです、ざわ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 、僕もうほんと撃沈しましたね。このあと残りの30分ぐらいどんな感じで授業受けたらいいんだろうと思います。確かにそういうことは、いや、もう全然付き合ったりもせず、あら、ね、幼馴染だったんですけどね。あ、藤原優子見てるか。今ね、ピー入れなくて大丈夫です。大丈夫ですよ。なるほど。そういったちょっと驚きサプライズありましたけど ね。みんな淡い思い出があって。いいですね。俺なんかもうチョコレート目の前でこうやって、まあ幼稚園か分かんない、小学校か分かんないですけど、開けた瞬間にこうやってポッて捨てられた時ありますよね。目の前でドーンっつって。多分幼稚園だと思いますね、あれね。なんか母親からもらった、あの俺あれあの子にあげなと言って、ポコトコって思ってこうやって渡したら、まあその子モテる子なんですよね。あ、なるほど。で、なんか好きな子のチョコは入れて、
なんかどうでもいいのかポッて捨ててたのを見て、あ、女の子って怖いなって。なるほどね。いやでもやっぱし馬面だったのが問題っていうのがね、確かに ね、 ね、まあちょっと生まれた時はもうちょっと可愛かったんですけどね。確かに、まあ、そうか、顔してなかったんですけど ね、 ね、びっくりしちゃったのかもしれないですね。びっくりしちゃったかも、ね、馬と思ってけみたいな。そういうところですね。はい、ではではじゃあちょっと、はい、アンゲームというコーナーをちょっとやりたいなと思います。アンゲーム、はい、アンゲームとはでは、アンゲームとはっていうのをちょっと説明したいと思います。はい、アンゲームとは用意された質問に答えていく簡単なルールで、ゴールや勝ち負けのないまさにアンゲーム、アメリカではすでに100万人以上の利用者がいる自己表現ゲームです、ということで。自己表現ゲームですね。はい、いつものアンゲームですね。ええ、あら、で1番からちょっと言ってみましょうかね。口からカードを出しました。ここですか。こうやつですね。いいですね。今度からここにちょっとしまっておくといいんじゃないですか。そうですね。これちょっとでもね、湿っちゃうんですよ。あ、それ。はい。あ、じゃあちょっと1番のカードちょっと。うわー。どうぞ。え、これ1枚じゃ取っていいですか。どうぞ。はい。じゃじゃん。ドドン。じゃあいきます。ダダン。ダダン。学生時代で最高の1年間はいつでしたか。詳しく話してください。詳しく話してください。詳しく話してください。学生時代って言ったらね、小学校、そう、最高の1年、最高の1年、あー最高の1年、そうですね、まあ音楽とはまた離れたやつなんですけど、僕スポーツでソフトテニスをずっとやってたんですよ。はい、で小学3年生からずっとやってて、中学校の頃ですかね、中学校の頃にあの全国大会とかにも行かせていただいたり、うん、あの沖縄県選抜メンバーに入って、そうで全国大会に出させてもらって、なんとか個人で16位に、全国16位になったことが。全国16位ってすごいですね。うん、そうで結局、まあ、テニス、ソフトテニスはやっぱりあの生きていけないんですね、あの給料がもらえないので。だから今でも趣味ではずっとやりながら。あ、やられてるんですね。そうですね、ソフトテニスか。はい、ソフトテニスなんで、公式テニスはやっぱり賞金とかもらえたりはするんですけど、そう、今ないんですよね、ソフトテニスは。 なるほどね。そ、公式とかそっちの方に行こうとは行きたかったんですけど、もう遅いかなって思いました。あ、もうその時にはなんかやっぱり打ち方とかやっぱ違うんですかね、感覚とか。違いますね。ソフトテニスを打ってる人が公式テニスをやろうとすると、もうめちゃくちゃ飛んじゃうんですよ。あ、力の加減、はい、なるほどなるほど。公式テニスはもうラケットに当たるだけでポンって飛んでいくので、綺麗に。はい、難しいですね。でも今だったら、もしあのもうあと何年後も前に戻るんだったら公式やろうかなっていうのはあるんですか。まあ、ありますね。全然公式やってそれで儲けたいなって、ね、稼ぎたいっていう。ミュージシャンやってないかもしれなかったですね。あ、まあ、そうなったらそうですね。だからソフトテニスやってたのはいいことだったかもしれない、ね。なるほど、ね、っては。いや、いい話ですね。あ、滑らんなーですね。滑らんなー。今キラキラキラって言ってますね。馬が飛んでます。馬が飛んでます。キズメなとこ。ガーンつって。あれもう、ちょっと深い話、もう2の方やってみます？あ、いいです。やりますか。やりますか、ちょっと2の方。ちょっと難しいんですけど、どうぞ好きなところお願いします。ででん。ででん。ででん。最近どんな失敗をしてしまいましたか？お、深い、浅いようで深いようで、ね、どんな失敗、うん、あ、じゃあもう本当に3日4日前の出来事なんですけど、まあ本当にもうよくあることなんですけど、みんなもよくあると思うんですけど、うん、4日前知り合いが、僕4日前石垣島にいたんですけど、石垣島にたまたま僕がいると知らずに、友達が来て、うん、お店に、うんうん、そしたらまあ僕歌ってるじゃないですか、うんうん、で友達がびっくりした、あーいるーってなって、でそこからまあ、なんだかんだ喋ったりして、じゃあこの後もそのままみんなで飲み行こうって飲みに行ったんですけど、はい、1軒目以降の記憶がないっていう。あー、よくある、よくある、ありますよね。で次の日携帯見たらすごい写真いっぱい撮ってるし、危ないですね。で記憶をたどりに、次の日頭痛いけどまだ二日酔い状態だけど、あのお店回って、うん、昨日すみませんって、全然覚えてないんですけどって回って、なおかつその日のライブ、まあ次の日もライブなので、うんうん、夜二日酔いとかじゃなくて、まだ酔ってました。お、本当にそれがすごい最近多分一番近い失敗ですね。沖縄の方ってあのお酒強いって聞いたんですけど、相当で飲まれたんですかね。その時3人で飲んでたんですけど、3人で1升瓶以上飲んだんです。すごいですね。泡盛30度なんですけど、
あれはきつかったですね。その中にバーとかにも行って、バーでテキーラとかも飲んだりしたんですよ。それはもう、沖縄でいうチャンプローですよね。もうチャンプロー、本当にチャンプローですね。お腹の中でチャンプローしちゃって。アルコールチャンプローしちゃって。そのなんか写真の中に、はい、隣になんか女性こうやって写ってなかったですか？ああ、それはちょっとこう、どうだったんですかね。遅れ子です。遅れ子です。まあ、お任せしますってことでね、いろんな写真撮ってて全然記憶なかったんですよ。あ、そうですか。でそのお店に三振が置いてあって、うん、なんかみんなで勝ち足をなんか踊ったりするんですけど、うん、僕が弾いて踊ってたらしいんですけど、うん、ですけど全然覚えてないんですよ。でやっぱ寄ってても弾けるんで、ね、弾いてたんですね。そう、すげえな。でめっちゃお店の人たち周りの人たち盛り上げてたよって言って、うん、そう、そっちも調子良かったんじゃないどっちかあのシラフだからすごい緊張してるですかね。そんな大山さんですけど、2曲目を聞きたいなということで、はい、あ、せっかくそうですね、ぜひせっかくなのでいただきましょう。2曲目はオリジナルなんですね、うん、じゃちょっと準備してもらいまして、はい、いいですね、オリジナルいいですね。僕は応援してますんで。そうですね。いや飲みながらの放送ってやらないんですか？あ、やったことありますよ。あ、やってたんですね。やってました、やってました。あ、もう絶対飲みながら楽しそう。そうなんですけど、うん、あの収集がつかなくなる、あの なんて言ったかな、前やったんですけど、はい、楽しかったですよただた見てる人どうなのかなっていうね。あ、なるほど、うん、なんか正月とかだったらいいかなっていう。ああ、いいですね、お正月放送とかいいですね。まあやったことありますね。ああ、なるほど、でもありですね。なかなか準備の方は大丈夫ですか？はい、もし準備できたらお願いします。はい、はい、じゃあせっかくなのでオリジナル曲からですね。ニルファブシーっていう北極星という意味なんですけれども、僕が石垣島を離れる本当1週間前ぐらいに作った曲でして、島を離れても東京から北極星を見れば自分の生まれた島の場所がどこにあるか分かるなと思いながら、ニルファブシーを見たら頑張れるなっていう、そういう思いながらね書いた曲になります。ニルファブシーです。いつまでも
き続けている。また針の積んだらよ。歩き続けてゆく道がどんな上り坂でも天高く上がる太陽の光る先へと進め、二の腕の潮いてばすぐに生まれじまの場所がわかる。ですね、ファボシ、いや素敵、はい、染みました、染みましたね、はい、ありがとうございます。ではでは過ぎてる間にちょっと続いてのコーナーをお願いします。はい、続いてのコーナーは子供向け番音楽番組サンデーラボ。今日も赤丸博士とたくまくんがいろんな音楽の実験をします。うん、今回はどんな音が作られるのでしょうか。サンデーラボ。レッツ戦場をご覧の皆さん、こんにちは、サンデーラボです。わしがサンデーラボの赤丸博士じゃ。僕が音楽大好きたくまくんです。うん、サンデーラボでは毎週日曜日、子供たちが楽しくなる音楽の実験をしているのじゃよ。ね、博士、うん、今日はどんな実験。うん、今日は音と言葉の実験をしておったのじゃ。うん、じゃあたくま、はい、この音はどんな言葉に聞こえるかの。あ、それはね、パンパンパン。あ、そうか。じゃあこれはどうじゃ。足踏みをしてるから、あ、ドンドンドン。あ、なるほどな。じゃあ雨が降り始めた時の音はどんな言葉になるかの。あ、パラパラパラ。あ、いいな。じゃあもう少し雨を降らせてみようかの。ザーザー。あ、いいな。じゃあもっと静かな雨にしてみようかの。しとしと。素晴らしい、エクセレントじゃよ。やったー。うん、このように自然の音や人や物の動きを言葉にしたものをオノマトペと言うんじゃよ。オノマトペ。うん、今日はドンドンやキラキラのように2つの言葉を繰り返して使うオノマトペを用意したんだよ。いいね、いいね。うん、じゃあ今日はこのオノマトペを使って
って日曜日の音楽を作ってみるのじゃ。おを学べる番組サンデーラボ、ひらがなでサンデーラボ音で検索するとチャンネルが出てきますので要チェックしてみてください。ではでは、もう残りわずかなんですが、そうですね、そうです、ちょっと油断している村岡さんに1枚引いてもらいましょう、アンケート完全に、はい、もう、はい、完全に油断しとったな、これは油断しましたね、もうじゃあ一番ダメです、油断したらいきますよ、これは、はい、いきます、じゃじゃん、じゃじゃん、迷子になった時の話をしてください。おあなるほど、はい、じゃあ迷子、じゃあちょっと迷子というより、まあ、ちょっとさっきお酒の話入ってたんで、はい、僕もあの最近何回かやっちゃってるんですけどあの迷子というよりは全く記憶なく、やっぱでも基礎本能で一応帰れてはいるんですよね、うん、でもあのなんだろうな、冬なくせに僕半袖で帰ってきているんですね。上着はどこへ。服がない、携帯がない、バッグがないという状況で、僕の迷子というより荷物が迷子になった。どういう感じでどうでしょうか。いいですね。でも一応帰ってはきたんですけどね。全て帰ってきたんですけど、もうあれはもう全然わかんないです、ね。いや焦りますね。お店に置いてあったんですか。あの友達が持ってってます。あ、そうですか。また優しい友達が一緒にいてくれる。確かにね。友達じゃなかったら多分ね、本当亡くなってますもんね。携帯の方亡くなったらね、今世の中ちょっとね、そうですね、大変ですよ本当に。そんなことあります、小野先生の方は。あ、僕は全然ありますね。ありますか。なんか家の前で鍵がなくて、うん、寝てたりとかありますね。寝てたり、鍵がなくて寝てるんですか。なんか寝てました、夏場で良かったんですけど、いや冬場だったら本当に危ないんで、皆さん本当に気をつけましょう。お先には気をつけてくださいね。確かにね。ではでは、もう残りわずかなんですが、はい、あのお知らせなんかがありましたもんね。そうですね、今日のお知らせなどございました。ライブ告知の方は Facebook だったり、あとは Instagram ですね、一応 Twitter などでも、まあ、ウェブで検索してもらえると大山俊樹で出てくると思いますので、うん、ぜひ探していただいて、あの応援していただけたらなと思います。そしてライブの方はですね、もう一番近くで言うと今回那覇、沖縄から僕ライブをしに、そしてあの番組に出させていただくということで来てるんですけども、2月5日の月曜日ですね、あの小岩っていう江戸川区小岩の小玉という沖縄居酒屋さんでライブをさせていただくことが決まってますので、いいですね、ぜひとも
あのお時間がある方はぜひともいらっしゃってくれたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、先ほどの CD っていうのは、はい、あれ CD というかあの楽曲あオリジナル楽曲ですか、はい、あれ売ってるんですか。まだあのちゃんと世には出てないので、これから出てないですね、はい、作るところでございます、ね、なるほどなるほど、はい、さあそのまたお知らせもねまたしたいと思いますね。なんかね、はい、ぜひともチェックしてもらえたらなと思います。はいはい、ではでは次回の3月3日のお知らせお願いします、はい、次回は3月3日土曜日、テーマはひな祭りの思い出ですね。なんだろうね。だろうね次回はですね、そして産休から戻ってきたレッツセンジョイ元祖元 MC のチーフが限定で帰ってきます。おお MC でね復活ということですね、うん、1日のみ、はいはい、ね、こんな感じで、ね、こんな感じでございますどうでした、今日どうでしたか。いや緊張しましたけど、でも楽しかったですね。よかったです。僕はもう緊張しましたそう、緊張がなんかねここ全部つながってきました、つながってきましたもう連鎖させちゃいましたよ ね、あ、もう時間ということで、はいはい、はい、それでは今日のゲストは大山俊樹さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。来月もまた見てね。見てね見てね。バイバイ